顔を売っていただきたいんです。顔？文明の条件は夜でも明かりを絶やさないことだそうだね。しかし顔のない人間が自由になれるのは闇が世界を支配した時だけだ。僕は外に出る時には顔に包帯巻いてるんだよ。覚えてるだろ。ほら、いつかの晩僕たちが出会ったのはあの時だけなんだね。今さっきよ。簡単すぎる。いくらなんでも簡単すぎるじゃないか。いや、別に複雑だったらいいってわけじゃない。とにかくもう我慢がならんよ。思い切って仮面の大量生産を始めてもいい。自由に取り外しの効くか。親もなければ兄弟もない、味方もいない代わりに敵もいない世界。犯人というものが存在しないんだから当然犯罪もなくなるわけだ。そんな有り余る自由の中でなら改めて自由を求めたりする必要もないわけでしょう。それにしてもよくもこうまで変わっちまったもんだな。大したもんだわ。仮面が馴染んでくれるにつれてあなたは他人になる。完全に未登録な誰でもない人間になる。いわば心理的な透明人間。僕は僕さ。